ドイツのカーゴバイク後方に箱型積載スペースを設けた、三輪車型後輪の左右に積載スペースを設けた二輪車型、前後車輪間に積載スペースを設けた二輪車型、ビール缶を積載した、カーゴバイクカーゴバイクとは、大きな荷物などを運ぶことができる運搬用自転車で、ある。英語では、フレイトバイシクルとも言う。基本的に、リアカーサイクルトレーラーのように積載装置が、 牽引式で独立したものというより、自転車のフレームそのものに積載能力があるものを指し、後部荷台のように後ろに荷物を積載するもの、前の部分に荷物を乗せるスペースがあるものや、前に大きな箱がついているものなど、二輪車、三和車問わず、用途に応じた様々な形状のものが存在し、自転車が環境や健康にもたらす効果を重視し、自転車利用が盛んなオランダやデンマークでは、 多くの家庭や企業で利用されている。近年軽量化されたカーゴバイクも開発されたことにより、メッセンジャー会社では、今までは不可能であった大型の荷物の素早い運搬が可能となり、普及が進んでいる。また、カーゴバイクを対象としたレースも行われている。二輪車の前輪及び後輪のフレームをカーゴバイク仕様にする交換キットも販売されている。 近年の地球環境に対する意識の高まりから日本でも利用されるようになりつつある。ただし、日本の法律では2台、カゴに当たる部分で積載する場合は3 0ラム前後までとなっており、4倍に当たる最大1 2 0ラム以下までは積載装置が独立したリアカーで行わなければならない。ありがとうございます。